できないものさ。あんたは立派だよ。そんな立派だなんてことなくて、歌魔法を紡げたことだってルーレンさんや町の人たちの力を借りられたからだし、でもみんなに託された思いを受け取って私もしっかりしなきゃって思ったんです。それにいつまでもルルに置いてもらうわけにはいかないです。私としてはそこは別に構わないんだけどね。ま、せっかく生徒に降りてきてまんじゅさらの町しか知らないなんてのももったいない話さ。コロンを渡り歩いていろんなものを見て回るのがいい。いいなあ、俺も生きてよ。せっかくワイヤーシップが開通したのにさ。ターボーが言っても足手まといなだけよ。イオンには皇帝になるための試練が待ってるのよ。邪魔かな、やっぱり。ほら、時間時間。あ、そうだな、イオン、出発しようぜ。うん、私、頑張ってみる。そしてみんなを、この世界を助けて。そしてヨッヒュー。ごめんね、テレ君。それじゃあ、私たちも行こっか。本当にイオンが作ってみせた
た歌魔法そのままの景色だ。自分でも信じられない。記憶力だけで街の姿を思い描けたんじゃないって言ってたよね。マンジュサラには少ししかいなかったし、街全部を見て回ったわけでもないし、でもジェノメトリクスの中でマンジュサラを思い描いたらいくらでもイメージが湧いてきて。そう、スケールは違うけど前の時と同じ。あの時もジェノメトリクスで歌魔法を紡ぐ時はイメージが明確で具体的なほど成功率が上がるんだ。リオンが紡いだ信じられないくらい細やかなイメージが奇跡を生んだんだって思うな。私が言うのも変かもしれないけど奇跡だって自分でも思うよ。照れくん